日本代表は30日に行われるカタールワールドプアジア2次予選のモンゴル代表戦に向け宿を続けている。27日にはイタリアセリエへのローニャでプレーする DF、富安武博がオンラインでの取材に応じた。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンでいつでもどこでも簡単視聴を1ヶ月無料をし実施中25日に 日本代表が3、0で解消した韓国、表戦の69分、富安は、相手の MFE、ドンジュ順にボ、ルのないところで肘打ちを食らっていた。そ、時、口の中からの出血と前歯が欠けているよう、が見えたものの、治療を受けてそのまま、ピ、に戻り試合終了までピッチに立ち続けた。日、戦から2日経った27日。 本来は午前中にオンラインでの取材に対応するはずだった、富安だが、馬に予定を変更。日本サッカー協会からは、歯を手もらっていると明かされていた。画面の前、現れた富安は、歯の状態を問われると、全然大夫です。応急処置はして、練習も試合も問題ないけますと述べつつ、歯が折れていましたと、かした。そして、 半分折れちゃったという感じすかね。完全には折れていないですけど。とりあえず応急処置をして、見た目は戻ったというジベスと続ける。原因はやはり肘打ちを受けことだ。日韓戦終了後、富安は自身のインスタラムを更新し、相手選手からの肘打ちの件でが試合中には起こりうることで、彼が故意的やったことではないと信じています。 もうすで謝罪のメッセージも受け取っていますし、大な問題にならないことを願っています。と発信、ていた。この投稿の真意について問われると、手選手の反応からしても、わざとじゃないな、言うのは、実際感じていましたと、いどんじんの行動に理解を示し、次のように続けた。僕、手を使って、相手の FW をコントロールすること、意識してやっているところです。 肘打ちされ、前のシーンで、スローインになっていたんで、けど、手を使って、相手を抑制するというか、う、クコントロールするために、ちょっかいと言い方はあれですけど、駆け引きのところで、を使っていたので、多分それを払おうとし、腕が僕の歯にたまたま当たっちゃったと僕、思っているので、試合が終わって、すぐ、井戸、順から、ごめんねというメッセージも起きしたし、 別に気にはしていないですね。試合中はあることだと思います。歯は折れたものの、ともと痛くなかったので、見た目が戻ればいい。とも、とは語っていた。なお、イドン・ジュン、肘打ちは、中継映像にも映っていたが、主審か、イエローカードなどは出ていない。両者の席にも問題はない上、歯が折れたことによる、霊への影響もなさそうで一安心だ。取材、船木渡る。 う<量> <music>